師匠、師匠、懐きました、ブー。およよ、ランコチンとダクマの今の関係は。お、ベハーマ出てきた、ブー。いや、懐いたって言ってましたよ。うんうん、ものすごく仲良し者になったのね。なりました。ディグダとも仲良くなりました。清く強く育ってるし、すんばらしいことだね。今のチミたちなら、うん、なんかあるんすか、まだ。二人ともわしちゃんについておいで。はーい。いや、なんかさ、行ってない、なんか建物、塔みたいなの建ってたよな。あれなんか関係ありそうじゃない。あそこ行けみたいなこと言われるんじゃないかな、次は。まだいろいろ行ってない場所あるもんな。テクテク、テクテク。師匠、口で擬音を発しながら歩くよな。テクテクっつって。いや、これはでも喋ってんだよね、実際に。ふぃー、この辺りでいいかね。ランコチンとダクマ、もっと強くなりたいなら。はい。ダクマ専用の修行場。こう。双剣の塔に挑んじゃいなよ。言う。ジャニーさんみたいな口調で。あ、やっぱりね。青いのは水の塔。ほう。水の塔。赤いのは悪の塔。はいはいはい。行きました。門前払いされました。登れるのはどちらか一つの塔のみ。ほう。選んだ塔によって、ダクマの格闘の型が。え？てかタイプが決まるから、よく考えて選んでね。え、何それ？あ、水タイプか悪タイプってこと？どっちも5階建てで、各部屋に強者が待ち構えてるから、ダクマのレベルをしっかり上げて準備してから登りなさいな。レベルを上げる。あ、プーを絶対に連れていかないといけないってことか。双剣の塔はどっちも集中の森から行けるよ。あ、はい。自転車で川を突っ切れるならもっと近道あるかもね。いや、まあどっちもディグダ探してる途中に行ったことあるんで大丈夫っすよ。チミたちが塔のてっぺんにたどり着くこと、わしちゃん楽しみにしてるよ。てかタイプが決まるって、面白いな。2パターンあるんだ、ダクマって。悪タイプと水タイプ、なんだろう、覚える技が違うみたいなことかな。はい、じゃあそういうわけで、プーのレベル上げします。ついでにね、ユキペロちゃんもレベル上げてあげたいんで、はい、パーティーに加えてます。で、レベル上げなんですけど、まあ、多分一番早いのは、美味しくて強くなる経験飴をいっぱい食べさせてあげたら早いんだと思うんですけど、ちょっとその前にね、レベル上げも兼ねて1個見ときたいイベントがあるんで、先にそのイベントやろうかなと思います。はい、来た、スパイクタウン。ここにね、あ、いた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 、めっちゃ普通にいた。入ってすぐいた。もっと奥の方にいるかと思ったけど。マリちゃん、久しぶり。ピウイ？ピウイ？どう？ご機嫌。チャンピオン、How are you？ How are you？ マリーちゃん。ね。ランコ、ちょっとはチャンピオンらしくなった？いや、どうかな。チャンピオンらしいことはあんましてないな。私は見ての通り立派なジムリーダーやけん。あ、そうなんだ。やっぱマリーちゃんジムリーダー。ダイマックスが使えなくても勝負の駆け引きは楽しめると。ああ、なるほどね。みんなに教えてるんだ。ああ。楽しめるとって方言かと思った、マリーちゃんの。さあ、チャンピオン、エキシビションマッチしようか。お、やろっか、マリーちゃん。そう、ザマゼンタ捕まえた後戦えるらしいんですよ、マリーちゃんと。おっと、勘違いしないで。あんたの胸は借りない、私が胸を貸すんだからさ。相変わらず負けず嫌いだね、マリーちゃん。よし、やるか。セミファイナルトーナメント以来だな。ポケモントレーナーのマリーが勝負を仕掛けてきた。あ、ここの表記はジムリーダーじゃないんだ。レパルダス。なるほど。対するランクはサバペコだサバ食うのは俺のモルペコだの略ね。さあ、まあオーラ車で、いや、ワンチャンワンパンで、何、猫騙し。なるほどね。一旦目はひるませてくるわけね。猫騙しで結構削られんな。あー、しかも悪タイプ。いや、まあ、いいか、もうご利用せ。バカと、いや、これはあんま通らないだろう。はいはいはい、効果今一つ。なんか下がった、特攻。あー、まあ特攻は下がってもよし。うーらう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 ら、あ、結構いくね、今一つでも。はいはい、あ、これ勝てるな、次のターンに。てか、マリーちゃんにモルペコ使うのは初だな。あんた、うちのマネシトーンって思われるのに。うら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 ら下がっていくパターン。よし、勝ち。出場数も上げていく。2段階も上がったな。いや、これだいぶ抜けるんじゃないか。抜き性能が高まってる、ハンペン丸の。レベルも上がる。めっちゃ上がった。ユキペロトップ。ありがとう、マリちゃん。いや、最近ずっと島にこもりっきりだったからさ。本島の人たちと戦えるのはなんか嬉しいな。
帰ってきた感がある。うん、尻尾を振る忘れさせて、じゃあアヤピカを覚えさせよう、ユキペロに。おい、覚えた。プーもレベルアップ。頭突き、いやまあ頭突きはいらんだろ。よし、でハンペン丸のタイプが変わる。マリちゃん2体目ドクロック持ってたな。格闘入ってるよなこいつ。変えるか。誰にする？てかよく見たらうち戦力になるのが 4匹しかいないな。とりあえずバギオで、まあ、バギオは飛行入ってるからドクロックには有利。行ってこい。いや最近バギオ活躍機会あるね。いいね。お、地震、ナイス。すかし地震とかランコと遊びたいのをグッとこらえている。そこは我慢しろバギオ、今戦闘に集中だ。いやスラッシュ、おら。いやこれどうだ、どれぐらいいく。お、いいね、ワンパンバギオ、しかも急所に当てている。やるな、さすがダンデさんの遺伝子を受け継ぎし男。後でその遺伝子ごとペロってやるからな。覚悟しとけ。さあマリちゃん3体目。お、モルペコ来た。さばくのは俺のモルペコだー。メスだからね、声高いね。俺って、え、モルペコか。え、絶対オーラ車してくるよな。え、バギオだと受けれないよなオーラ車。え、どうする、ハンペン丸。キャスパー、いやキャスパーも絶対ダメだろ、悪入ってるし。うーん、ここは、いやバギオも絶、いやハンペン丸か。ここはモルペコ対決で、てかハンペン丸ぐらいしか多分タイプ相性的に。虫丸級も進化前だしな。いや、いけハンペン丸。マリちゃんモルペコ対決しようぜ。ランコのモルペコとマリちゃんのモルペコ、どっちが強いか勝負だ。いっちゃうもん。あー、イチャモンか。同じ技を連続で出せなくなるやつだなこれ。でタイプが変わる。そしてマリーちゃんのも変わる。これは見応えのある戦いになりそうだ。いや、オーラ車どっちが速い。よし、ハンペン丸、うら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 、よし、ハンペン持ってくね。いいね。そしてこっちは素早さがある。いや、これはいけるんじゃない。そしてマリーちゃんもうら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 。うるせえなこの戦い。あ、でも待てよ、これイチャモンつけられてんだよな、ハンペン丸。え、これってさ、次どうなんの。え、このタイプ変わったオーラ車って同じ技として認識されんの、イチャモンでも。あ、やっぱそうか。え、まずい、これ落とせないんじゃない、石化じゃさすがに。うらうら、どうだ、うら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 、ハンペン丸マジかよ、負けたし。ランコのハンペン丸が、いやまあ HP 減ってたのもあるけど、イチャモンがこんな効き方するとは。待って、どうしよう。ちょ待って、モルペコでこんな手こするとは。でもマルキュー行くしかないなこれ。いや、マルキュー頑張れ。マルキュー一発は耐えるよなこれ、オーラ車。どう、いや防御高いよマルキュー。いや、ここは虫食いで頼む、マルキュー。なにあい、ここで、あい、それは、いやこれ落ちる落ちる、どう、虫食い、いけ。いや落ちないよな。あ、まあでも半分いったから、いやまあ五分五分か。まあ大して状況は変わってない。いや来た、オーラ車。いやこれどうだ、うらららうらー、もうよし、耐える、えらいぞマルケ。いや、なにこいつ、あたしのオーラ車を耐えやがって、うらー、うらら、てめえの面覚えたからな、うら。声が来たね。オーラビーム、これは凍える風と入れ替えるか。よしよし、いやしかモルペコ強かったな。マリーちゃんの、いやなんかハンペン丸使ってる時はそんなに強いと感じないのに、なんか相手に使われると強く感じるな。瓦割りはじゃあ岩砕きと入れ替える。よしで、次4体目か。マリちゃん5体持ってたから残り2体。おー、ロンゲ出たよ。ポプラばあちゃんに拾われなかった世界線のビート。いやこれどう、いやさすがに死ぬよな。オーロンゲより早いってことないよな、マルキュー。どうなんだろう、ドクドク入れて退場したいけどな、早いんだったら。とりあえずドクドク、いや早いし、 DD ダリラックそんなん使えんの。おー、めっちゃ回転してきた。いやそれガオガエンの技だろ、マルキュー。いやまあでもモルペコ突破したから偉い。ちょ待ってよ、バ
萩岡キャスパー、キャスパー、うん、キャスパー行こう。タイプ相性悪いけど、アクフェアリーだったよな、オーロンゲって。だがこっちには道連れがある。これでキャスパーとオーロンゲの一時交換して、でマリーちゃんの最後の一体ね、多分ズルズキンだったと思うのよ。絶対ズルズキンだと思うんだけど、そいつはバギオがあのタイプ相性で勝てるから、はい、 DD ラリアット来た。これはうわー、ちょっと待ってくれ耐えとるこの子。いや、ちょっと待って、ここで耐えちゃう。あ、ラリアット閉じ込めてるけど、いや、ちょっと待って、キャスパー、キャスパーちょっと待って、いや違う、そうじゃないいやだよな、道連れって連続で出せないよな。ちょっとどうしよう。いやもうこれ、いやもうワンチャン催眠術、これしかない。当たんねー、キャスパーじゃれ疲れた。あー、いやでもこれはね、これは怒れないですそうじゃないんだけど、怒れない。これはだってランコのためなんだもん、耐えたのあ、こんなことなる。え、ちょっと待って、これ大丈夫か。完全に計算狂ったんだけど。え、バギオで2体突破できる。あと、火炎放射、いや、ワンチャンやけど、ワンチャンやけど、うお、ビルドアップ。え、てかちょっと待って、オーロンゲの方が早いの足。え、マジかよ、やばくねこれ。マジで、マジでそっちが早いの。バギオ火炎放射、ちょ、やけど来い、やけど来い、やけどなって、やけどなって、やけど、あー、やけどなんないか。あー、でも半分いく。いや、DD ラリアット封じ込めてるから、あ、よっしゃ、バギオが早い。いや、何だったんださっきの最速ビルドアップ何だったの。あ、やった、勝てた。あ、なんか乱数でちょうど同じぐらいだったのかな、素早さが。え、オーロンゲってそんな足速いんだ。見るからに鈍速に見えたけど、リザードンぐらいあるんだ。あ、やっぱりズルズキンだ、最後の一体。よし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 、いや、まあこれは結果的に大丈夫だったんじゃない。いや、もうこれはなんかおかしなことが起きない限りは、はい、エアスラッシュ、よっしーね。で、なーに、雷パンチ、ふっ、あー、危なー。ちょ、オーロンゲからもらってたら落ちてたな、危ねー。よし、ラスト火炎放射、命中 100%、 おら、よーし、勝ったぜー。ちょ、もうなんかこんな危ない戦いになると思わなかった、正直いや、キャスパー、いや、まあキャスパー悪くないんだけど、神通力はいらんな。うん、いや、親切がね、あだになることってあるんだね。見切りか。あー、気合いダメ忘れさせようかな、じゃあ。よしよしよし、いや、ポケモン勝負の恐ろしさを垣間見たな結局確率ゲーみたいなとこあるからな。勝てなかったけどさ、あんたの戦い方学ばせてもらうから。いや、学ぶとこあったわいや、まあ面白い試合ではあったと思うけど、なかなか見れないもん見たな、マリーちゃんさすがランコだね、いいチャンピオンだよあんた道連れがこらえる発動してスカルってなかなかないと思うわよし、いいものあげる、大事に戦闘起こるけんね。お、なに、あ、やった、マリーちゃんのレアリーグカード。さあ、まあマリーちゃんのまだもらってなかったな。いや、ありがとうマリーちゃん、気が向いたらまたおいで、胸を貸してやるけん。オッケー、いや、マリーちゃんのモルペコとはまた戦いたいな、うん、やっぱハンペン丸とはね、ライバル関係だからね。お、マリーちゃん、あ、ちゃんとジムリーダーのユニフォーム着てる。いや、この服さ、体型維持しないといけないから大変だねお腹出てるから。兄のネズに任命され、スパイクタウンのジムリーダーになった。あー、やっぱりね。一番の相棒であるモルペコは5歳の時に兄に捕まえてもらった。5歳、へえ。ただし、未だにモルペコの気まぐれに振り回されている。あ、そうなんだ。モルペコが振り回されてんのかと思ったけど、マリーちゃん。スパイクタウンの言葉遣いはパンチがあるため、マリーの真似するファンも増えている。あー、わかる。使いたくなるな、マリーちゃんのな。怒っても表情は変えないが、一度怒り出すとなかなか静まらないタイプ。へー。いや、なんか結果的にさ、ランコの同世代、マリーちゃんとビートとホップ、全員自分の道を見つけられてよかったな。いや、中でもランコが一番やべえけどな、チャンピオンって。いや、でもマリーちゃんビートもすげえよな、この年齢でジムリーダーって。あー、確かに。でもこういう状況考えると、ホップがさ、なんか置いてかれてるって焦るのはすごいわかるな。周りみんなどんどん出世してんだな、こうしてみると。いや、でもホップもね、絶対才能がないトレーナーじゃないじゃん。だってザシャンに認められてたし。ただやっぱ周りが才能あるやつだらけで、その中で埋もれてしまったみたいなところはあるよね。
いやもうホップ語りは俺永久にできそうだからやめとくけども。よし、ゲットチラチーノ。グフ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 って言ってたエンジンシティでやったー。雨めっちゃもらったー。いやこれね、これが一番効率いいよな。結局多分ポケモン倒したりバトルとかするよりも。特別な油の染みた毛は攻撃を受け流す。油染みてんの？油は高値で取引されている。ギットギトなんだチラチーノのこの毛って。はい、ゲット。しよし、カブさんとお揃いいや巨大マックスしてたもんなこいつ。おそろじゃん。ちょ、カブさん、おそろ捕まえちゃいましたよ。ランクもついに。発熱ポケモン、攻撃的な性質、焼けた体も危険だが大きな牙も鋭いぞなんかあんま書くことないって感じだな、図鑑に。名前どうしよっかな。まあ、カブさん、カブさん要素入れたよな。カブ、あー、まあメスだからもうカブ子でよろしくな、カブ子。ペロペロしちゃおう。あっつ、やけどしちゃったでもカブさんに負わされたやけどだと思ったら別にいいかな。はい、ゲットー。パルシェンね。いや、パルシェン好きなんだよなてか、まあ初代のポケモンは大体好きなんだよな俺。あ、まあでもパーティーには入れないかな。うん、さすがにちょっと旧ポケ多くなってきたからパーティーに。二枚貝ポケモンね。名前どうすっかな。うん、ホタテマンでしょちょっとヒトデマンとかぶってるけど、ホタテマンよろしくな。はい、じゃあプーがレベル60になって、でユキペロちゃんももうこれ進化させちゃおっかね。氷の石だったよね、進化方法。あ、そうだ、あとマルキューも雨使おっかな。うーん、いやでもなんか普通にレベルアップしそうだな戦闘したら。まあいっか、マルキューは自然な進化を待とう。よし、じゃあ氷の石をユキペロちゃんに。ユキペロちゃん、これペロペロしてみ氷の石をペロペロしてみ。進化できるから。いや、俺がポケモンたちをペロペロするのも同じ理由なんだよね。やっぱ人として自分自身進化できてるような気がするからね、ペロペロするために。はい、ユキペロちゃん進化した。おいいや、もう期待を裏切らねえな、ユキペロちゃんは。本当に進化してもよ。てか眩しいちょ、照明焚きすぎじゃない。ユキペロちゃん、小じわが気になってきたのかな。ポケモン図鑑に登録。雪山の遭難者を麓へ導き助けるが、山を荒らす不届き者には容赦しない。なるほど、不届き者には容赦しないと。確かに俺以外にユキペロちゃんペロペロする不届き者がいたら、ぜひそれはしばいてあげてユキペロちゃん自身がねあ、マジカルシャイン、あ、これは欲しいな。なんか俺最近ペロ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 言いすぎじゃない、なんかねいやでもしょうがないよな、だってもう愛情表現なんだもん。ペロペロ以外の愛だってさ、抱っこギュッてしてあげたいとかさ、もうキスしちゃおうみたいなのはさ、まあ普通じゃんか、可愛いポケモンに対して。でもそれをちょっとどう、ちょっと半分ネタっぽく言おうかなってなったら、やっぱペロペロしちゃうになるよね。うん、いやペロペロしたいのはネタってわけじゃなくてね、半分はマジなんだけどね。うん何の言い訳だよ。あ、よし、じゃああ、ハンペン丸。あ、そうだ、ユキペロちゃん見たい、連れ歩きたい、この子マジで連れ回した、いろんなところに。あ、おいで。うおっそ、おい、出たペロ出会い頭のペロ。半分ネタだからね、ユキペロちゃん、そんな身構えないでね。ペロペロして毛づくろいをしてあげようやめろ。いいな、やっぱ。いや、9コン、いや、6コンから9コンの進化、マジでもうこういうのでいいんだよって感じだよな。もう全部こういう進化の仕方でいいよな、ポケモンちゃんはな。あー、追っかけてきてる。あー、でも自転車だと追いつけないね、やっぱりね。ちょっとかわいそうだから待ってあげよう。はい、ペロ追いつきざまにペロ。油断したな。あー、ペロってしたら、ユキペロちゃんにかベロが。ひっついちゃった。やめろ、もうキモいから。はい、じゃあそういうわけで、プーがレベル60になったので、よし、プー、水の塔と悪の塔どっちか選べっていうことだったけど、うちのパーティーね、水タイプいないじゃないですか。だから水の方にしよっかなと思って。うん、もしプーが水ポケとして活躍してくれるんだったら、全然うちのパーティーまだ入る余地があるからね。うん、こんにちは、来ましたよ。おおおお、ムービーが入った。おお、5階建てっつってたな。いや、てか、プーの顔ついてるし、よく見たら。マジでプーのための修行場なんだな。すげえな。
ランコさん、師匠から聞いております。お、聞いておりますか。こちらは水の塔、ダクマ専用の修行場ですので、手持ちをダクマ一匹にして、あ、マジで、あ、そんな縛りあるんだ。あ、ダクマ一匹、あ、そうなの、え、大丈夫かなマジか、あ、そうなんだ。はい、じゃあプー一匹にしました。すいません、入らせてください。ここは水の塔、ダクマに水の極意を教え込む修行の場。あ、セリフ変わってる。ダクマのレベルが70あれば円滑に修行を行います。 70! いやいや、そこまで育ててないよ。一度塔に入れば5人の使い手を倒すか敗北するまで出られません。加えてもう一方の塔には今後一切挑めなくなります。悪の極意ではなく水の極意を教えるため水の塔に登りますか。いや、まあまあ水の塔は水の塔でいいんだけど、え、ちょっと待って、え、レベル 70? マジ、そんな育てないといけないの。え、いやでもちょっと待って、ちょっと待って、一回試しでさ、一回試しで入らせてくんない、レベル60で。いや、どこまでいけるか。あとは持ち物ね、持ち物を、じゃああったあったあった、これ持たせよ、進化の奇跡。いや、プーってさ絶対進化するでしょ。てかさ、この DLC 買うときに乗ってたんだけど、もろプーの進化系っぽいやつがいや、だから進化の奇跡を持たせることで、防御と特防が 1.5 倍になるはずだから、プーは。これでどうかな、これでレベル70ぐらいのなんか種族値になってないかな、プー。本当にそれでよろしいですね。はい、挑みます。よろしいです。一回やらせてください。心は決まっているようですね。5分よし、行くか。いや、そもそもスムーズに攻略できるのがレベル70ってことでしょ。まあちょっと苦戦できるぐらいがいいだろう、まあ動画的にもなあ出ることはできない。なるほど、オッケー、もう帰れないと。え、これってさ、無視して上上がれたりできないか。なるほどね。あ、別に引き止められたりはしないんだランコの両親がそう訴えかけるんだ。こんにちは、来ました。雨が降り川となり、やがて海へと帰る。あ、はい。大いなる水の円環にあなたを飲み込んで差し上げます。あ、なんかかっこいいこと言ってる。おお、始まった。マスター道場の門下生が勝負を仕掛けていた。あ、あの道場にいた人なんだ、これも。コダック、あ、なるほどね、水の塔だから水ポケなんだ。よーし、イケプ、見せてやれお前のレベルアップの成果を。お、手持ち一体か。オッケー、このコダックをレベル65突破すればオッケーと。え、じゃあとりあえずインファイト頑張れ、プー、いっけ、ポコ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 、おお、いった、よーし、ワンパン KO。 いや、これいけんじゃね、え、いけそうじゃない、めっちゃ。はい、経験値もらう。あ、全然もらえねえ、てか曲がかっこいい。大いなる強さに飲み込まれました。え、曲めっちゃかっこいい。テンション上がるな、これ。2階にお進みください。はい。行くぞ、ブー。なるほどね。5人いるわけね。そんで、1階に1人。こんにちは。ニコー。みんなニコニコしてるな、門下生たち。丸い器に注げば丸く、四角に注げば四角く。相手に合わせその身を変える対応力に溺れていただく。そのちょっとかっこいいセリフなんの考えてたのかな、昨日一晩考えた精一杯のかっこいいセリフ。お、クラブ、もう進化前か。え、だんだん強くなってくんのかな、これ。よし、変わら悪い、よし、倒した。いや、これいけそう、めちゃくちゃ。進化の奇跡がやっぱいいチョイスだったかもな。いや、ダメージ全然負わねえわ。熱しても冷めても変わらぬ強さ。はい、ありがとうございました先輩。大変だな、こんな真夜中に駆り出されて今深夜の1時ぐらいっすよ。あの方の待つ最上階にお進みください。あの方、誰だろう。よし、行くぞ、プー、最上階に気合い入れていけ。回復させとくか、一応。PP を、インファイトの PP なくなっちゃったから、これを回復させて、体力も回復しとくか。なんかあったっけ、回復アイテム。木の実食わせるか。うん、じゃあオレンの実を、これを頬張れ、ブこのオレンの実を2粒ほど頬張れ。よし、力が湧いてきただろう。俺は雪ペロをペロペロする手持ちにいないけど、架空の雪ペロちゃんをペロペロして体力を回復するから、そこで見ていてくれ。よし、着いた。あ、師匠だ。あ、最後の相手は師匠。ちょ、こんな夜中にお疲れ様です、師匠。師匠、ピーウィあれ見えてないのかな、ニコってしてくれないのか、師匠は。
こんばんは。来たのね。来ちゃった。チミならこっちの水の塔を選ぶと思って待ってたよ。あ、そういうことか。心を読んだというのですか、ランコの。ランコチンもダクマもお疲れ様ね。いやいや、今からまだもう一勝負残ってますから。ベアマー。ベアマー言うてますけど、プーは。最後の相手はワシちゃん。何使ってくんだろう。久々ちょっと本気出しちゃおっかな。あ、マジで？本気出しちゃう？師匠、ついに。水も清すぎれば、ウオポケモンすまず。お、なんか、ことわざっぽいの言ってる。ガラルの。最後の水の極意。ワシちゃん直々に授けよう。師匠、ええちょ待って。師匠と戦うのこれ。えポケモンは？ポケモン出さないの師匠。ね。斬新すぎないそれ。えあ、お、帽子を。おー、すげえ。あ、あ、かっけえ。何？道場主のマスタードが勝負を仕掛けてきた。あ、本気で、本気モードか、師匠のこれが。おお、投げ方かっけえ。そしてダークマン。あ、やっぱポケモンバトルすんのね。よかった。いやでも師匠普通に戦えそうだな。すげえ師匠、お主らには本気の姿で向き合わねばな。さあ五感を研ぎ澄ませ、戦いの中で成長せよ。いやかっけえ。ランコタソみたいなの我慢してる。ちょ、我慢しろプー今は。いや、ちょ、達人のジジイキャラはもう男が大好きなやつじゃん。どうする、何してくる。てかレベルが10も差がある。1対1だからな。とりあえず見切りするか、何をしてくるのか様子を伺おう。プー見切り、守りの体勢に入った。ランコ見て、俺これぞダクマの拳の打ち方よ。いや口調も変わってるし、ランコチンじゃなく、ツバメ返し。マジか。おお、ガード危ねえ。ちょ、弱点狙ってくるな、やっぱり。ツバメ返しね。いや、これどっちが早いんだろう。いや、さすがに10も差があったら、プーの方が遅いか。いや、でもとりあえずインファイト。気合ダメ。おお、なるほど。急所狙ってくる。いや、でもこっちはインファイト。やりますよ、師匠。いや、これどう。半分いけ、半分いけ。せめて半分いけ。よーし、半分いった。オッケー。次のターン。次のターン耐えれば師匠の攻撃を。いやでも待てよ、気合ダメ入ってるから、ここはもう一回見切っとくか。うん、ここは見切ろう。この攻撃に気合ダメが乗ってるから、ここは確実に。こわらわり、危ない。よし、冷静に対処して、そしてこのインファイトが決まれば、うっ、わらわりきた。いや耐えろ。で、ちょっと待って、まあ救助当たっとる。おっと、怠慢での急所は、いやいや、ちょ、痛いどころか。終わったんだけど。うっそ、ちょ、今の。気合ダメってさ、次の攻撃だけじゃないの、もしかして。永久に急所率アップ。いや、ちょ、負けたし、いや、どっちにしろ終わった。ちょっと、道半ば倒れてしまいましたか。ダクマを回復させましょう。ありがとうございます。悔しい。元気になりましたよ。ちょっと待って、急所当たんなかったら耐えてたんじゃないの。奇跡持ってたしさ。マジかー。ちょっと、もう一回やっていい、もう一回やっていいですか。ちょっと、これも足そう。こだわりスカーフも足そう、プーに。素早さが 1.5 倍になる代わりに、同じ技しか使えなくなるっていう、戦闘中で。これで、インファイトでもう先手取って、一発耐えて、反撃インファイトで落とすっていう。いや、さすがに一発は耐えるんじゃないか？師匠の攻撃。いや、レベル差あるとはいえ、一回で落とされないんじゃない？いや、まあどうだろう。やってみないとな。まあそもそもスカーフの 1.5 倍で、師匠のダクマより、素早さを上回っている必要があるんだけど、いや、どうだろうな。まあとりあえずやってみよう。やるだけやってみよう。ダクマ来た！さあ、さっきは、不自由を舐めたが、今回のプーは違う。このスカーフを見よう。いや、同キャラ対決になった時は、スカーフ巻いてる方が勝つみたいなとこあるから。さあ、どうなる。いや、先手取ってくれ。プー、先手取ってくれ。いや、もうインファイトだな。インファイトしか打てないからね、代わりにこの試合は。もうインファイト。よし、先手取った。オッケー。いい削り。どうした？急所当てている。さすが、やられたらやり返す。急所には急所で返す。これぞダークマの拳の打ち方よ。これを耐えてくれ。これ耐えたら勝ち。ツバメ来た。どうだ。はっ、おお、プーお前ってやつは
なんだこのドラマチックな師匠見てください、これがランコとプーの絆がたぐり寄せた勝利です。倒したープー、お前マジですげえな。いや何これ、師匠、いやもうそりゃ笑うしかないわ。こんな試合、若者の成長にはいつも目を見張るばかりだ。いやってかプーがすげえマジで。ちょ、急所当てられて負けて、で再戦一発目急所で返し、そして最後受けきれないはずの技を気合で耐えた。お主らよく頑張った、ありがとうございます。いやなんかもうすげえ、この試合でものすごいプーとの絆が芽生えた気がする。プー、お前マジですげえよ。確かに最初師匠の言った通りだ、素質があるこのプーには、他のポケモンにないものを持っている。すげえ普通に感動した俺今の。はは、やはりランコを信じてよかったぞ。いやランコのおかげ、いやまあそうか、よくぞよくぞここまでダクマを育ててくれた。まあランコとプーの絆のおかげだな。はるか昔、マナ弟子のダンデもこの修行に挑んだが、あ、ダンデさんも道に迷って塔までたどり着けなかったからな。あ、そうなんだ。やっぱ迷ったんだ。いや、よくヤドン捕まえれたな、そんな人が最初。ははは、いよいよダクマ進化の時。あ、進化すんの？そんで、しかも。そやつに水の掛け軸を見せてやってくれ。さあ、あ、それで進化すんの？掛け軸で。へえ、あ、そうなんだ。いや、プー、お前マジ頑張ったな。師匠。あ、はい、掛け軸見せます、じゃあ。いやー、ちょっとなんか余韻が余韻がすげえ。ダクマに水の掛け軸を見せ進化させますか。いやもちろん進化させるよ、進化する権利があるプーにはあんな試合見せられたらな。ベアアーマン、おう、え、これ見せるだけで進化すんの？え、なんかベベアー、あ、なんか反応してる。でもん、あ、本当に進化したすげえ、この掛け軸が何なの見せるだけで進化するってどういうことなんだ。おおお、やっぱりこいつになるんだな。プーはウーラオスに進化した。ウーラオス、あ、なんかたゆたってるモーションが。確かにこれは水の技を使いそうだな。銃の拳だな。拳法ポケモン連撃の型、多撃筆頭を身上とする。何それかっけえ。水の流れのように途切れなく打撃技を相手に叩き込む格闘水タイプね。へえ、え、強くね格闘水って。あ、でもニョロボンと一緒かいやまあ別にいいだろ、ニョロボンと一緒でも。新しく水流連打を覚えたい。お、水流連打、何それ。水技、流れるような3回連撃、必ず急所に当たる。え、すげえ、え、強くないこれ。じゃあ瓦割り忘れさせて、じゃあ水流連打を覚えさせるか。いやプー、いやちょっと正直さ、プーのスタメン入り迷ってたんだけどさ、でもこれは入れざるを得ないなあんな試合を見せられて。見るがよい、これこそがウーラオス、どんな歩行もほふる頑強な鎧。ほう、防御高かったんだ、見てなかったな。水の型を極めし姿ぞ、うわーベアクア、いや確かにね、うちのパーティーに足りない、これはムワー系だわ。それによく見たらムワー担当だわ。わしの後ろに隠れていたチビスケが立派になりよって。いや確かにね、最初は師匠に隠れてたもんな、ランコにビビって。誰かの成長を目の当たりにするのはいくつになっても嬉しいものだな。師匠、いやマジで口調全然違うね普段と。ランコ、ウーラオスよ、本当にありがとう。これが現役時代なのかな、師匠の。おっと、忘れるところだった。何？本気のわしと、やったものにだけ渡しているのだ。試合と書いて、やると読む。かっけえ。あ、理由カード、ありがとうございます。あとで読もう。それでは、道場まで帰るとするか。あ、はい。帰りましょう。お、でけえ、プー。マジで立派に育ったな。申し分ない強さ。そろそろ頃合いだな。何が？頃合い？まだなんかあんの？すげえな、めちゃくちゃボリュームあるな、DLC。